よく人を殺す。多分夢の中でだ。多分というのは、あまりにも殺しすぎていて、夢とうつつの区別がつかないのだ。女を犯す夢を見ていて、目が覚めると女とセックスしていた。寝起きの意識の薄明かりの中で、もういいか、とそのまま続ける。それほど気持ちのいいものはないのだから。そんな風に夢とうつつの区別がつかない。というより、それらは地続きだったりする。誤解されたくないのは、別に誤解されてもいいのだが、俺は殺人鬼というわけではない。そもそもは殺すには殺すなりの理由があった。例えば、夢にヤクザが出てきて、めんどくさいからそのヤクザを殺す。それも残忍な殺し方をする。顔面を脇に抱えて、ざらついた壁に大根おろしのように、その顔面をこすり続けながら走ったり、首を抱えたまま階段から飛び降り、全体重を男の首にかけて、床で首の骨をぐきっと折る。あの首の骨が折れる音は、とてもリアルで、手応えの残る好みの殺し方の一つだった。あくまでも夢の話だ。いくら規制が厳しい時代といっても、夢くらい自由に見させてほしい。人は夢を見なくなったら終わりだ。あの北朝鮮だって、夢で処刑したりはしない。まあ、上層部へ行けば行くほど、処刑される悪夢にうなされているかもしれないが。夢の話だ。ある夢の中で、隣の部屋にヤクザが引っ越してきた。俺は、金属バットを持ってその部屋の前に行き、ノック代わりに扉をバットで凶暴に殴り続ける。もちろんさっきだった気の短そうな人相の悪いやつが出てくる。そいつの顔面をそのままバットで打ちつける。そして奥のソファーに腰掛けている兄貴格の男を金属バットで体中の骨を打ち砕き、最後にだからだよ、と笑って頭をかち割る。そして冷蔵庫を開け、中のプリンを食べたりする。何がだからなのかわからない。この場合、俺の方が圧倒的に悪人のような気がしないでもないが、いつからか先手を打つようになった。夢というのは、精神的な浄化の作用があるようで、ヤクザだけではなく、ゴキブリやヘビなど、つまりまがまがしい象徴を殺したり流したり捨てたりするというのは精神的に良い効果があるそうだ。しかし年を重ねるごとにその殺す人数が増えた気がする。最近では挨拶代わりに良い音を立てて殺すようになった。例えばドアホーンが鳴る。扉を開けて即殺す。長く夢の世界に生きていると、大体何を言い、何をするかわかるのだ。大体がくだらないことしかしないし、エゴを押し付けてくる。だから、登場人物が何かを言うと、脇に抱えている鉄瓶で頭をかち割る。なぜ鉄瓶を持つようになったかわからない。俺はそんなもの、現実で見たこともないし、持ったこともない。しかし、夢の中の俺は、喘息の吸入薬と同じように、常備するようになった。夢にヤクザは出てこなくなった。最近では、ヤクザも気の毒な時代になったからかもしれない。そして、現実の世界に長く生きると、ヤクザやゴキブリよりも、よほど普通の人間の方が始末に悪いと、脳は判断しているのかもしれない。これにしても先手を打っていると言っていいかもしれない。そしてその殺しに感情がなくなった。昔はそこに正義感があったり、高揚感があったりした。しかし最近は全くない。挨拶代わりに殺す。いや、
挨拶すらしていない。殺人鬼だって、いや殺人鬼であればあるほどそこに感情があるはずだ。だから多分俺は殺人鬼ではない。そして今俺は女とセックスしている。とても気持ちがいい。女もとても気持ちよさそうだ。しかし俺の意識はやめておけやめておけと狂ったように警告ボタンを押し続けている。しかし何がいけないのかわからない。その激しい警告音がより高揚感を高める。もういいじゃないかと俺は笑って、女を深く突き刺し抜く。自分の魂のガードを解く、人生の崖から身を投げ出すような落下感の恍惚に溺れる。やめたからといって何もなかったことにはならないのだ。どちらの意味においてもより面倒なことになる。どうであっても人間は面倒なことにしかならない。俺は腰をゆすりながら女を味わい、女が到達するのを待って、少しずつ首に回した両手親指に力を込めていった。勇気カノン著、禁忌と殺し、レイプと夢の境界。朗読ピアノ結城美も。制作 B ファクトリー。